86丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT レキシントンアベニュー線の駅である。マンハッタン区、アッパーイーストサイドの東86丁目と、レキシントンアベニューの交差点に位置し、4系統と6系統が終日、5系統が深夜を除く終日、6系統が平日20時45分までのラッシュ時混雑、方向のみ停車する。 駅は、レキシントンアベニュー線が33丁目駅から125丁目駅まで、延伸開業した1918年7月17日に開業した。駅は開業以来3回改装工事を行っている。最初の改装は1970年代初頭のギンベルズデパートのオープンに伴って行われた。この改装工事では主に改札外が改装された。 二回目の改装は1986年までに既存のニューヨーク市地下鉄駅が長年の保守点検の遅延による老朽化の進行を食い止めるために行われた。この改装工事ではホーム端に従来の黄色の線に加えて標準のオレンジ色の線が追加されたほかホーム上の柱が元々の青色から赤色に塗り替えられたりその他駅構内のあらゆる場所が改装された。 3回目の改装は2004年秋に終了した。この改装工事では、柱が赤色から再度青色に塗装され、上層観光船ホームの列車到着案内装置を撤去し仮想急行船ホームへの急行列車接近案内を追加することとなった。後者は観光船、急行船ホームともに自列車案内電光掲示板が、自列車の到着までの時間をカウントダウンする。 形のニューヨーク市地下鉄標準のものに置き換えられ、観光線ホームのものは各駅停車のほか同方向へ向かう、急行の案内も出すようになった。駅は相対式ホーム4面と観光線2線、急行線2線を有した4面4線の地下駅で、上層階を観光線、下層階を急行線が通過している。なお、深夜帯は、急行列車の運転がないため下層階は、 閉鎖されている。環球ホーム間は南北ホーム3つずつ階段が接続している。南北ホーム間は改札内で行き来することができず、ニューヨーク市地下鉄内で南北ホーム間を改札内で行き来できない急行停車駅3駅のうちの1駅である。駅名表タブレット2016年東86丁目と歴史東アベニューの交差点北東から、 北高観光船ホームまでのエレベーターを設置することが発表された。これは147東86丁目の高級ター住宅の建設の一部として進められている。駅には2004年にピーターシスにより制作されたアートワークハッピーシティが飾られている。これは様々な動物や物体に囲まれた巨大な目の形を 下四つの異なるガラスとエッチングされた石を使用したモザイク壁画から構成されており、急行線ホームへ降りる四つの階段に設置されている。駅は2005年3月30日にアメリカ合衆国国家歴史登録材に指定されている。改札口は南北観光線ホーム中央にそれぞれ独立して存在している。南広報部側の改札口には、 回転式改札機と切符売り場、地上への階段4つがある。北港ホーム側の改札口は無人で、回転式改札機と地上への階段3つがある。ありがとうございます。